YouTube 下根司のニュースの猫川にゃ、今日もね、トップカヤビニュースをお送りいたします。あの人の源流が判明してしまいました。あ、ちなみに僕なんですけども、牧原紀之の松江です。どんな時も僕が僕らしくあるインザスカイ、やかましいわ。今日はですね、ニャントラさんの血筋、それはやっぱり後期だったかもしれないインザスカイ、やっていきたいと思います。さてね、ということでやっていきましょう。先日ですね、ニャントラさんの息子のバロンくんのね、まあ、この写真ね、これ、ない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 っつってね、もうこれコランプだろうって言ってたんですけれどもね、これすいません、ガチだったということが判明しましてね、ウィキペディアよりなんですけど、現在バロンくん16歳、身長6フィート7インチ、2メートルって書いてまして、あるな、これね。ということでね、これ今16歳でしょ?で、大晦日大学生まで身長伸び続けましたから、少なくてもあと4年ぐらいは伸び続けるわけでしょ?これタルタリアやん、これね。これガチタリアやんってこと。説明しよう。タルタリアとは、1800年以前に存在したと言われている。エーテルや自然界の周波数を利用する先進的な巨大帝国。しかしそれは歴史の都合上、いろいろとややこしいので、なかったことになっている伝説の国、それがタルタリアなのである。つってね、もうタルタリアって言うとね、もうこれ世界のロマンですから。あ、間違えました。バスロマンですから、ふみえ。これは、細川ふみえのバスロマンの、この感じですね。ということでね、まあ、これがバスロマンだったって話なんですよね。そしてね、このタルタリアとニャントラさんが実は深いつながりがあるかもしれないっていう話でございます。タルタリアのね、建築物って、おしなべて超巨大なんですよね。そして、現在、見えている、建築物の下には隠されたタルタリア時代の巨大建築物が隠れているっていうノリがありますけど。で、これもちろん建物だけじゃないわけ。ね、そこに暮らしていた人々もめっちゃでかいっつってね。そこには、いわゆる巨人と呼ばれる、今は滅んだと言われている種族がいて、実は彼らと今の我々人類が共存していた、それがタルタリア帝国だったって言われてるんですよね。最近だとね、その昔の古地図にね、ちゃんとタルタリアって書いてるわけなの。あとこの人とかもね、実家に帰った地球儀にタルタリアってね、載ってる。ほら、ね、ほらなんですよ。なってことでね、まあ、これ存在するってこと。で、そしてそのね、巨人さんがですね、実は滅んだと言われてるけど、未だ、我々が気づいてないだけで存在するっていう。崖崩れとか、それからこう考古学調査とかやった時にね、謎の巨大な骨が出てくることってあるじゃないですか。いや、ないですかって知らないけどね。それあるってことにするじゃないですか。ね。そして、このね、写真とかは SNS 上に上げると怒られるって言われてるんですよね。だからちょっとモザイクさせていただきました。で、これ最近だとこれがやばいっつってね、これギリギリ写しときますけど、なんか見てくださいこれ。人々が悲しんでるんですよね。だってもうちょっと引くもんね、これね、出てきたらね。私の年収低すぎてね、もうなんかわけわかんなくなりますよね。あと日本人にはおなじみね、お釈迦様の涅槃の図なんですけど、これね、よく見たらちょっとでかくねっていう。これ、釈迦タリアじゃねえっつってね、釈迦タリア、お前絶対仏罰食らうと思うけど大丈夫よね。もう食らってますね。と、食らってた。こいつ食らってたね。ということでね、まあ、世界中にはこのタルタリアの痕跡っていっぱいあるんだよね。大体タルタリアっていうところが解決しますからね、もう唐揚げがモサッとするのもタルタリアのせいですね。あ、タルトね、これ唐揚げとチキン南蛮とうるせえこいつということでね、まあ、存在はしますってことなんですよ。そしてニャントラさんって大統領在任時に実はタルタリアの生き残りをシークレットサービスに採用してたっていう話はあんま知られてないんですね。まあ、これね、ある日のエアフォースから降りてくるニャントラさんなんですけど、ちょっと見てくださいこれね。でかすぎでかすぎってことでね、これでっかってことでね、これ何センチやねんと。ちなみにこの人が180センチだから縮尺的にインザスカイってのはそういうことなんですよ。これ存在すると。実はニャントラさんがこのタルタリアの人を採用していたのは、これ実は身内だったっていう話なんですよね。まあ、ニャントラさん一族って背が高くて有名なんですけど、実はこれただの携帯なのではなくて、タルタリアの血をついているからっていう。タルタリア帝国の中ではフリーエネルギーみたいなやつもめちゃくちゃ活用されていて、そしてそれはですね、アメリカのニコラテスラに受け継がれたっていう話
があるんですけど、このニコラテスラの研究を受け継いだのがこのトランプ一族だって言われてるんですよ。これなんで受け継いだかっていうと、このタルタリアの灯火を守っているってことなんですよ。今回バロン君ね、16歳にして2メートルということはもう20歳になるとこれ多分5キロぐらいになるじゃないですか。もうこれ完全にガチタリアってことなんですよ。そして実はね、まあニャントラさん2024年に出てきますけどね、その後イバンカちゃんが出てきて、でそしてバロン君っていうこの盤石のタルタリア復活劇、僕たちは見ることになるのかもしれないよねっつって。つってつって。まあ、これ最近発掘された昔の雑誌シリーズなんですけど、この2004年のこのラザーっていうね、なんかよくわかんない。レーザーっていうね、ラモンですかっていうね、まあ、そういう雑誌があるんですけれどもね。これね、ニャントラさんがね、大統領になる前の実業家時代のね、表紙なんですけど、ここにですね、復活と昇格って書かれてあるわけ。これ2004年の雑誌なんですけど、実はこれが暗示なんじゃないかって言われてる。まあ、現在、ニャントラさんね、まあ、いろんなことに巻き込まれてるんですよ。最近ですと、2年前のね、議会の州の激事件の話ね、あの時に、首席補佐官の元側近の女性の方がね、急にですね、最近証言し始めまして、ね、この襲撃の日、議事堂へ行けとリムジンのハンドルを奪おうとしてきたと。要するに、ニャントラさんがね、この現場に、で先導しようとしていたみたいなことを言おうとしているわけなんですけど、この発言には無理があるんじゃないかって言われています。なぜならばこの大統領専用機のビーストと呼ばれるリムジン、これはですね、安全性のために運転席と乗客席が完全に仕切られてね、お互い行き来できないようになってる。ということはハンドルを奪うなんてことはできないわけ。これ嘘松じゃね？ちょいちょい、これあれですよね、あの嘘ついたら針千本と海サボテンの煮ても焼いても食えないやつ食わす指切ってブシュー、これ最高で最終的に切るからね。ということでね、もう調子飲んだよってことでね、もうこれニャントラさんをね、足を引っ張ろうとしてるに過ぎないってことなんですよ。なぜならね、これガチタリアを復活させたくないってね、今回バロン君ガチだったね、バスロマンだったってことだけ今日覚えて帰ってもらっても、えかな、誰ですかボス豚とか言ってるのは、秒で慢性ですよ。秒で慢性って何？いや慢性を粛清みたいに言うな、いけるいける、うまいこと言ったねこれね。ということでね、オミソンヨジョンちゃんの心分かりすぎじゃないですか。もうこれ完全に恋人だよね。いや違うと思いますけど、本題に戻ります。さっきのニャントラさんの足を引っ張ってくる勢力の話に続いてくる話なんですけど、やっぱりこう世界はまだまだ闇に包まれてるなってちょっと思いました。昨日ですね、あの暴露系 YouTuber のガーシーさんのツイッターが凍結しました。一応理由としてですね、あの鎌倉殿の主人公でおなじみね、グリース春がですね、まあ、ちょっとお裸の写真を上げてしまったからセンシティブで凍結されたって言われてるんですけど、実はこれは表向きの理由だと言われております。なぜならば検証で他の方がこの画像を投稿し直してみたところ凍結されないんですよ。要するにガーシーだから凍結されたってこと、そしてなんで凍結されたかっていうと、最近とんでもない闇に触れようとしてしまったわけですよ。それはラクトゥのマクトゥのタトゥのね、タトゥのね、あのこれタトゥのね、エチエチパーティーについて触れようとしたところ、これがね、あの関秋代の言うところのペンドルの箱なんだよね。いやもうこれもう何それね、これをね開けてしまったんじゃないかとね、これ多数の通報、組織通報が入り凍結されてしまったんじゃないかと。これね、選挙まであと数日なんですよ、ね、これよほど都合が悪いのか、ここに来て潰しに来たと。これにはね、あのぶっ壊すのテティバナタカティタンもですね、ぶっ壊すどころがぶっ壊されたっつってね、もうこれ激横 NHK 丸なんですよ。ちょっとよくわからないね。ということでね、これがですね、闇の仕込みなんじゃないのかと、都合悪いんだねっていうね、まあ、そうちょっと思いましたね。まあ、さっきのニャントラさんのね、リムジンでね、運転手のハンドルなんか取れないのになんか取れたみたいな、言ったもん勝ちじゃねえかそれっていうね、そういうこととかね、もうみんなで足を引っ張ってかっこ悪いぞ、正々堂々と戦いなさいよねってちょっと思いましたけどね。あとですね、ちょっとやばいニュースとして、あのパンダちゃん国がね、あのいわゆる自国の通貨、これを3年以内に紙幣を廃止する言い始めたわけですよね。要するにデジタルで管理するとね、まあ、かの国ってとんでもないデジタル決済大国
国なんですね。まあ、これいろんな事情があって、まあ、偽札が死ぬほど多いとかね、そういう理由があって、今や、そう、道端のおじいちゃんですらスマホでポリーンってやってるわけですよね。なんかま、すごいんですけど。なんですけどね、これ実は、これパンダちゃん国はそっちの方が都合いいわけ。なぜなら、国のお金すべてをデジタルで出入金管理できるってことなんですよね。こう闇の支配が着々と進んでるなと。もちろんね、キャッシュレス決済ってめっちゃ便利なんですけど、よくよく考えると全部バレてるって、これがね、本当に自由な世界って言えるのかどうかはちょっとわかりません。ちょっとあの人に聞いてみてもいいですかね。どう思う？この紙幣の廃止。石幣。石幣ですわなって思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜お過ごしください。エアコンつけてますか？セコムしてますか？っていう話なんですけれどもね、あの、長島です。これひどいです。しげおちゃん入りましたけど、まあ皆さんね、節電、節電言うてますけどね、テレビ消した方が消費電力は節約できるということなんでね、テレビを消してエアコンつけてくださいということなんですよ。とはいえですね、実はオミソン、エアコン苦手マンなんですよね。そんなマンはいないってことでね、いるってことでね。私エアコン苦手で、まあさすがにこの動画撮ってる時は汗びっしょりになっちゃうんで、エアコンつけてるんですけど、私寝る時は扇風機派なんですよね。なんかこう直接風が当たってないとなんか落ち着かないっていう。昨日もね、扇風機つけて寝てたんですけど、ちょっと角度を間違えて僕の顔面に風が当たるようになってたんですよ。でなんか朝ね、あーつってもうカラッカラやでつってなって、こうパッて起きたら顔面がブワーって当たっててカッピカピになってたんですよ。もうこれミイラ寸前でした。ファラオやんこれ。ワイファラオになるか。ホルスってこと。スカラベ。言いたかっただけ。